ナレーターのおやすみ朗読。親指姫。ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、大久保優役。昔、一人の女の人がいました。その女の人は、可愛い子供を授かりたいと思っていました。けれども、願いは一向に叶いませんでした。心から強く願っても叶いませんでした。日々を過ごすうち、ついにいても立ってもいられなくなって、魔法使いのおばあさんのところへ行きました。女の人は言いました。かわいい子供が欲しいのです。どうしても欲しいのですが、どうにもならないのです。どうすれば子供ができるのですか？すると魔法使いのおばあさんは答えます。ほっほ、そんなことはたやすいことだ。ご覧あれ、ここに一粒の大麦がある。これをそんじょそこらの大麦と思いなさんな。畑にまく麦や鶏に食べさせる麦とは別物じゃ。特別な大麦だよ。これをな、植木鉢の中に植えるのじゃ。すると何かが起こるはずじゃよ。ほっほっほ。それを聞いて女の人は、その大麦を私にくださいと頼みました。しかしこれは銀貨12枚ないと渡せんよ。それでもよいのかな？と魔法使いのおばあさんが尋ねると、女の人はこくりとうなずきました。おばあさんは大麦を女の人の手の中に握らせました。ありがとうございますと女の人はお礼を言って、魔法使いのおばあさんに銀貨を12枚渡しました。女の人は家に急いで帰りました。帰るなり早速植木鉢を出してきて、中に麦を植えました。女の人はじっと植木鉢を見つめて、何が起こるか待っていました。一体どうなるのかしら、と女の人が考えていると、驚いたことに土の中がもぞもぞ動いていました。芽が土の中から伸びてきたのです。ニョキニョキ伸びて次第に葉っぱをつけました。まるでチューリップのようでした。それからもどんどん育っていって、あっという間に大きなつぼみをつけました。赤色のつぼみでした。しかしつぼみができると急に静かになりました。ずっとつぼみは閉じられたままでした。女の人はその後もじっと見続けていましたが、なかなか花が咲かないのに気づくとため息をつきました。それにしてもきれいなお花ね、と女の人は言って赤い花びらにキスをしました。花びらはキラキラ光っていました。女の人が何度も何度もキスをすると、パッと花が咲きました。本当にチューリップが咲いたのです。でもやっぱり普通のチューリップでした。女の人はチューリップを見て首をかしげていると、花の真ん中に人がいることに気がつきました。つやつやした緑色のおしべに囲まれて、とても小さな女の子が可愛らしく座っていたのです。女の子は親指半分の大きさしかありませんでした。あまりにも小さいので、女の子は親指姫
と呼ばれることになりました。親指姫は女の人にゆりかごをもらいました。きれいに磨かれたくるみの殻の上にすみれの花びらをシーツ、バラの花びらを敷布団にしたきれいなゆりかごです。お月さんが出ている間はそこで寝て、お日様が出ている間はテーブルの上で遊んでいました。テーブルの上に女の人が用意してくれたお皿がありました。水がいっぱい入っていて、お皿の縁をお花の輪っかで飾ってありました。お花の茎は水に浸してありました。お皿の中では親指姫は大きなチューリップの花びらがボート代わりです。白鳥の毛で作ったオールを2本使って花のボートを漕いでいました。左右にゆらゆら揺れてボートの上から見える景色はとても心地よいものでした。またこんな小さな親指姫でも得意なことがあります。この世の誰にも負けないぐらい上手に甘く優しく歌えるのです。ある夜のことでした。親指姫が可愛いベッドの上でぐっすり眠っていると、大きなヒキガエルが一匹部屋の中に入ってきました。醜くジメジメしたヒキガエルです。割れた窓ガラスの隙間から忍び込んだのです。ヒキガエルは床の上をぴょんぴょん跳ね、テーブルへ向かって飛び上がりました。着地したところはバラの布団で寝ていた親指姫のすぐそばでした。かわいい子だわさ、息子のお嫁さんにちょうどいいだわさ、とヒキガエルは言って、親指姫が眠ったままのくるみの殻を持ち上げました。そのままヒキガエルは窓から庭に飛び降りて家から離れていきました。浅い小川の岸に沼になっているところがありました。そこにヒキガエルは息子と一緒に住んでいました。息子ガエルは母ガエルよりもっと醜くて、きれいなベッドに寝ている親指姫を見てもゲーコゲーコと泣くだけでした。それを聞いた母ガエルは、大きな声を出さないで起きてしまうだわさ、と息子ガエルを注意しました。起きればこの子は白鳥の綿毛みたいに軽いから、うっかりするとふわふわと逃げてしまうんだわさ。小川にハスの葉っぱがあっただわさね。その上に乗せるだわさ。軽いし小さいから、あの子にとっては島みたいなものだわさ。逃げられないんだわさ。そうやって動けないようにしておいて、私たちは急いで部屋をこしらえなくちゃだわさ。あんたたち二人が結婚生活を送る特別な部屋をだわさ。小川の底からたくさんのハスが生えていました。分厚い緑の葉っぱが水面近くについていたので、水面に浮かんでいるように見えました。一番遠いところにある葉っぱが一番大きい葉っぱでした。母ガエルがクルミの殻を持ってそこへ泳いでいきました。クルミの殻の中で親指姫はまだ眠ったままでした。朝早く親指姫は目を覚まして、自分がどこにいるか気づくと、ワンワンと激しく泣き出しました。家で寝ていたと思ったのに、小川に浮いた大きな緑の葉っぱの上にいたのですから。どこを見ても周りは水ばかりで、どうやってここにいるのかわかりませんでした。
一方母ガエルは沼地の中にいました。部屋の中を葦と黄色い睡蓮の花で飾るのにてんてこまいでした。新しい娘となる女の子のために部屋をきれいにしておきたいのです。母ガエルは飾り終えると醜い息子を連れて葉っぱの上に一人でいるかわいそうな親指姫のもとへ泳いでいきました。親指姫のきれいなベッドを取ってきて新しい花嫁に用意された寝室に置くためです。母ガエルは水の上の親指姫にお辞儀して言いました。こいつが私の息子だわさ、あんたのお婿さんになるんだわさ、この小川の沼地で幸せに暮らすんだわさ。ゲーコゲーコとだけしか息子ガエルは言えません。仕方がないので母ガエルはきれいなベッドを持ち上げてそのまま泳いで行ってしまいました。親指姫はまた一人ぼっちになりました。緑の葉っぱの上に座ってしくしく泣きました。あの引きガエルと醜い息子ガエルのお婿さんと一緒に住むなんて考えるだけで我慢なりません。その一部始終をメダカたちが水の中で泳ぎながら聞いていました。メダカたちは親指姫を見てみようと水面に顔を出しました。見た途端美しさに心を打たれてしまいました。こんな子が醜い引きガエルたちと暮らすなんてあんまりだとメダカたちは思いました。ダメだ、そんなことさせてなるもんか。メダカたちは葉っぱの茎の周りに集まりました。上には親指姫が座っています。みんな一斉に根元をガリガリかじりました。ずっとガリガリかじり続けているとついにメダカたちは茎を噛み切ったのでした。葉っぱはふわっと水面に落ちて川を流れていきます。親指姫はどんどん岸から遠ざかっていきました。ゆらゆら揺られて親指姫はいくつもの場所を通り過ぎました。林の中にいた小鳥たちは親指姫を見て、なんてかわいいお嬢さんだとさえずりました。親指姫は葉っぱに乗ってどんどん流されていき、ついによその国へ来てしまいました。そこへきれいなモンシロチョウが一羽現れて、ひら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 親指姫の周りをしきりに飛びました。しばらく飛び続けた後葉っぱの上に止まりました。親指姫とモンシロチョウは一緒に川を流れていきました。もう引きガエルに捕まる心配はありません。見えるのはいい景色だけでした。親指姫はだんだん楽しくなってきました。水面が日光に照らされて金色にキラキラ輝いていました。親指姫は腰のリボンを取り外して端をモンシロチョウにぐるぐる巻きつけて、もう一方の端を葉っぱにしっかり結びつけました。葉っぱは今までと比べ物にならないほど早く水面をスーッと走り出しました。乗っていた親指姫も一緒に流されていきました。やがて大きなコガネムシが飛んできました。コガネムシは親指姫を見つけるや否や前足で細い腰をぐっとつかみ木の上まで連れて行ってしまいました。緑の葉っぱはモンシロチョウと小川を下っていきました。
モンシロチョウはしっかりと結ばれていたので逃げられなかったのです。親指姫はコガネムシにさらわれてとても怖かったことでしょう。でもそれよりも謝りたい気持ちでいっぱいでした。葉っぱにきれいなモンシロチョウをくくりつけてしまったからです。自分でリボンを外せなければきっと腹ペコで死んでしまうに違いありません。コガネムシはそんな気持ちをお構いなしに親指姫を木の中で一番大きな葉っぱの上に乗せました。花の蜜を取ってきて食べさせてくれました。かわいいじゃん、コガネムシには見えないけれどかわいいじゃんとコガネムシは言いました。しばらくすると木にいるコガネムシがみんなやってきました。しかし一斉に触覚をピクッと立てて口々にこう言いました。この子足が2本しかないじゃん、すげえ変じゃん、触覚がないじゃん、体が細すぎるじゃん、へえ人間みたいじゃん。コガネムシの奥さんは、ふーんこの子ブスねと口を揃えて言います。でも誰が何と言おうと親指姫はとても可愛いのです。親指姫をさらってきたコガネムシだって今の今までそう思っていました。なのにあまりにもみんなが醜い醜いと囃し立てたのでこのコガネムシまで親指姫が醜いと思ってしまいました。コガネムシはどうしようもなくなって、お前なんかどこへでも勝手に行っちゃえばいいじゃんと言いました。親指姫をつまんで木から飛び降りるとひなぎくの花の上にちょこんと乗せて帰ってしまいました。親指姫はめそめそ泣いていました。コガネムシとお友達になれないほど自分は醜いのかと思いました。涙が止まりませんでした。でも親指姫はバラの花びらのようにおしとやかで優しく、この世で一番愛らしい人間なのです。かわいそうに親指姫は夏の間ずっと一りぼっちでした。広い森の中一りぼっちでした。大きな葉の下に草の茎でベッドをこしらえて雨をしのいでいました。親指姫は食べ物の代わりに花の蜜を吸い、毎朝葉っぱから落ちる雫で喉を潤していました。こんな毎日が過ぎていき、夏も秋も終わってしまい、ついに冬がやってきました。長く寒い冬です。甘くさえずっていた鳥たちもみんな飛び去り、木も枯れ花もしおれてしまいました。今まで住んでいた大きなクローバーの葉さえもくるくると丸まってしまいました。カサカサにしなびて黄色くしおれた菊だけしか残りませんでした。親指姫の服も穴が開いてボロボロになってしまいました。寒くてガタガタと震えました。なんといっても小さくてか弱いので暑さや寒さにとても敏感なのです。寒くて寒くて凍え死にそうでした。ついに雪までも降ってきました。ひらひらとゆっくり降っていました。でも雪のかけらがひらひら降ってくるのは小さな親指姫にとってはシャベル一杯分の雪を頭の上に落とされたと同じなのです。なぜなら私たちには背がそれなりにありますが、親指姫は背が親指くらいしかないからです。親指姫は枯れた葉っぱにくるまりましたが真ん中にひびが入っていて
隙間からぬくもりが逃げていきます。寒さに震えていました。話は変わって、親指姫が住んでいた森のそばに大きな麦畑が広がっていました。麦はとっくに刈り取られていました。ただカサカサになった麦の切り株だけ野ざらしになって氷の張った地面に立っていたのです。親指姫は麦の切り株の中を歩きました。でも親指姫にとっては切り株も大きな森です。通っていくのにも大変な苦労をしなければなりませんでした。歩いている間も寒くて寒くてどうしようもありません。やがて親指姫は野ネズミの家の玄関を見つけました。切り株の下にある小さな穴蔵が野ネズミの家でした。ポカポカしてゆったりとした穴蔵に野ネズミは住んでいました。穴蔵には麦がいっぱい詰まっている部屋と台所、それときれいな食事部屋がありました。親指姫はやっとのことでたどり着いたドアの前に立ちました。立って物乞いの少女のように、麦を一粒だけでいいですからくださいませんかと頼みました。なぜなら二日間食べ物を一つも口にしていなかったからです。野ネズミは穴から顔を出し、親指姫を見ると、こりゃあ不憫な娘さんじゃと言いました。この野ネズミは人のいいおばあさんネズミでした。さあぬくいと部屋にお上がりよ、ご飯を一緒に食べましょう。野ネズミは親指姫が突然来たにもかかわらずとても喜びました。そしてこう言いました。よかったらこの冬が終わるまでここにいなさいな。大歓迎よ。その間ただ私の部屋をきれいに整理整頓してお掃除してくれるだけでいいんじゃよ。あとはお話を私に聞かせてくれんかね。私は人の話を聞くのが大好きなんじゃ。親指姫は恩返しのつもりで野ネズミから頼まれたことは何でもこなしました。そして親指姫は楽しい毎日を送っていたのです。ある日野ネズミは、近いうちにお客様がいらっしゃるよと言いました。ご近所さんがね、週に一回ここを訪ねてくるんじゃよ。その人お金持ちでね、大きな部屋がいくつもあってツヤがあって綺麗な黒いコートを着ているんじゃよ。お前さんにあの人みたいなお婿さんがいればきっと何不自由なく暮らせることでしょうね。でもあの人目が見えないからお前さんの知っているとびきりのお話を一つ二つしてやんなさい。とは言っても親指姫はご近所さんに気なんてありませんでした。というのもその人はモグラだったからです。でもやっぱりモグラはツヤツヤのコートをめかし込んでやってきました。野ネズミの説明ではモグラは大金持ちで、それに物知りで、家は野ネズミの家の20倍もあるそうです。モグラがお金持ちで物知りなのは間違いありません。ですけれども口を開けば太陽はバカバカしいだの、花なんて可愛くないだの、一度も見たことがないからモグラはそう言うのです。親指姫はモグラの頼みで歌を歌いました。テントウムシテントウムシ家までひとっ飛びとか、他にも可愛い歌をいっぱい歌いました。モグラは
親指姫をいっぺんに好きになってしまいました。その甘い歌声にやられてしまったのです。でもモグラはそのことを黙っていました。慎重なのです。つい最近モグラは野ネズミの家とモグラの家をつなぐ通路を掘って作っていました。そこでモグラは言いました。親指姫、この通路、好きな時にいつでも通ってよろしい。ただし通路に鳥の死骸が転がっている。見ても怖がらないでくれたまえ。くちばしも羽もちゃんとついた鳥が通路に本当に転がっていました。死んでからそう立ってはいないようでした。モグラは口に腐った木をくわえました。木は真っ暗闇の中で火みたいにピカピカ光ります。真っ暗の通路の先を明るくするため、モグラは二人の前に進み出ました。死んだ鳥が横たわっている地点に来た時、モグラは頭の上の土を鼻で押して大きな穴を作りました。お日様の光が通路の中に差し込んできます。道の真ん中にツバメが倒れていました。足と頭を隠すように美しい翼を脇に引き寄せています。かわいそうにツバメは凍え死んでしまったようでした。親指姫は小さな鳥を見て悲しさと愛らしさがあふれてきました。このツバメは夏の間ずっと歌い続けて、親指姫のために素敵にさえずっていたのです。しかしモグラは足でツバメを脇に押し合って言いました。もうこいつは一言も歌わないだろうよ。この小鳥、なんて惨めな月の下にお生まれになったんだろうね。僕の子供が鳥でなくて本当によかったよ。あいつらは泣くことしか脳がないんだからね。キービキービってさ。その挙句、冬には腹ペコでお亡くなりになってしまうんだ。まあお前さん、うまいことおっしゃるわ。さすが賢いモグラ様じゃ。と野ネズミは大きな声を出して言いました。さえずったりしても一体何になるというのかね。どうせ冬になれば腹ペコか寒さで死んでしまうというのに、いくら育ちがよくてもね。親指姫は何も言いませんでした。でも二人がツバメに背を向けて引き返していった後、そのまま残ってしゃがみました。頭に覆いかぶさっている柔らかい羽をそっとのけて、閉じられたまぶたにキスをしました。もしかしてあなたは夏の間私に歌ってくれた鳥さんじゃありませんか、と言いました。私をとっても楽しませてくれた大切な愛しい鳥さん。モグラは立ち止まって、お日様の光が入ってくる穴を塞ぎました。そして野ネズミの家まで二人を送りました。その夜、親指姫は眠れませんでした。親指姫はベッドから降りて、大きくきれいに干し草の毛布を編みました。親指姫は毛布を死んだ鳥のところへ運びました。ツバメの上に覆い広げて、野ネズミの部屋から見繕った花をいくつかそばに添えました。毛布はふわふわで、ツバメが冷たい地面で寒くならないように脇の下にも敷きました。さようなら、かわいい小鳥さん、と親指姫は言いました。さようなら、夏の間木がみんな緑づいた時も、暑い日差しが照っていた時も、楽しく歌ってくれてありがとう。
親指姫は頭をツバメの胸の上にぴったりと寄せました。その時ツバメの体の中から変な音が聞こえて一瞬不安になりました。ドクンドクン、ツバメの心臓の音だったのです。本当は死んでなどいなかったのです。寒さのために死んだようになっていただけで、ぬくもりが命を吹き返させたのです。秋になるとツバメはみんな暖かい南の方へ旅立っていきます。でももし何かの拍子に一羽がぐずぐずしていて冬になってしまったらどうでしょう。寒さでカチンコチンに凍ってしまって、あたかも死んだようになってしまって地面に落ちていきます。その上から冷たい雪が覆い隠してしまって、親指姫は怖くて震えました。たった親指くらいの親指姫に比べてツバメは比べ物にならないほど大きかったのです。親指姫は勇気を振り絞って、分厚くふわふわの毛布をかわいそうなツバメの上にかけました。それから自分がベッドカバーとして使っているペパーミントの葉を取ってきてツバメの顔にかぶせました。翌朝、親指姫はツバメを見ようともう一度こっそり抜け出しました。ツバメは生きていましたがとても弱っていました。親指姫を見ようとしばらく目を開けるのがやっとです。ツバメの目の中には腐った木片を手の中に握りしめている親指姫がいます。手提げランプがなかったので青く光る木を持ってきたのです。ありがとう、かわいいお嬢さん、と病気のツバメは言いました。ちょうどいい暖かさだったよ。すぐに力がみなぎってきた。もう一度暖かい日差しの中で飛べるよ。まあ、外は今も寒いわ。吹雪よ。このまま暖かいベッドの中にいてください。私があなたをお世話しますから。と親指姫は言いました。それから親指姫は花びらに水を入れてツバメのところへ持っていきました。ツバメは水を飲むと話を始めました。僕の翼の片方はトゲで傷ついているんだ。だからみんなのように早く飛ぶことができなくなった。みんなみたいに暖かい南の国へ旅立てないんだよ。それからついに地面に落ちて、それからあとは覚えていないんだ。どうやって君が見つけてくれた場所に来てしまったかも。冬の間、ずっとツバメは通路の中にとどまっていました。親指姫は精一杯世話をするうち、ツバメが好きになってしまいました。しかし、モグラもネズミもこのことは何も知りません。というのも、二人はツバメが気に食わなかったから、気づきもしなかったのです。あっという間に春がやってきて、お日様が地面をポカポカさせました。ツバメは親指姫にお別れの挨拶をしました。親指姫は、モグラが前に作った天井の穴を開けました。お日様は二人の頭上にさんさんと照っていました。ツバメは親指姫に、僕と一緒に行きませんか、と聞きました。君の大きさなら僕の背中に乗れますよ。僕と一緒に遠くの緑の森へ行きましょう。でも親指姫は言ってしまって、
野ネズミを一人きりにすればとても悲しむに違いないと分かっていました。だから親指姫はこう言いました。ごめんなさい、遠慮しておきます。ごきげんよう、そしてさようなら。君は本当に優しく可愛いお嬢さんだとツバメは言いました。そして太陽の光の中へ旅立っていきました。ツバメを見送る親指姫の目には涙が浮かんでいました。親指姫はあのかわいそうなツバメが大好きだったのです。キービキービとツバメは歌いながら緑の森へ向かって飛び立っていきました。親指姫はとても悲しみました。暖かいお日様の下に出ることは許されませんでした。畑にまかれた種麦は空に向かって高く伸びていき、ついには野ネズミの家の屋根を越えました。親指くらいの背しかない親指姫には大きく深い森でした。親指姫、お前さん結婚するんじゃよと野ネズミは言いました。お隣さんがね、お前さんが必要なんじゃって。なんて運がいいんじゃろうね。何にもないお前さんが一日で大金持ちになるんじゃから。今ね、お前さんのウェディングドレス用意しているんじゃ。それに毛糸とリンネルの反物も作らんとね。モグラの花嫁になる前に必要なものはみんな用意するんじゃよ。親指姫は糸車を回して糸を紡がなければなりませんでした。野ネズミは働き者のクモを4匹雇って昼夜を問わず布を織らせました。毎晩モグラは親指姫を訪ねてきました。夏も終わりに差し掛かるとしきりに日取りのことを口に出しました。もうその時モグラは親指姫と結婚式を挙げると心に決めていたのです。今年の夏は日差しが燃えるように強いんだ。そのせいで地面が石みたいにカチコチになってる。けれども夏が終わって地面がカチコチでなくなったら私たちで結婚式を挙げるのですよ。しかし親指姫はちっとも嬉しくありません。というのもあの厄介なモグラが好きでなかったからです。毎朝お日様が昇る頃、毎晩お日様が沈む頃、親指姫は戸口からそっと外へ抜け出します。するといつも風が吹いて麦穂がバサッと横に倒れて、その隙間から青空が見えるのです。外の世界ってとっても綺麗で、なんて晴れ晴れしてるんでしょうと親指姫は言いました。大好きなツバメさんにもう一度会いたいのです。親指姫は強く願いました。でもツバメは二度と帰ってきません。素敵な緑の森へ飛んで行ってしまったのですから。秋がやってきて親指姫の嫁入り道具一式はみんな整っていました。そしてネズミは親指姫に言いました。一月したら結婚式を挙げるわよ。親指姫はひっきりなしにしくしく泣きました。モグラさんとは気が合わないの。だから結婚したくありませんと言いました。バカなこと言うんじゃないのと野ネズミさんは返事しました。今は意固地になっちゃダメじゃ、
さもないとこの白い歯で噛みつくよ。あんないい男、そこいらにはいないんじゃ。女王様だって、あんな綺麗でピカピカの服とか、毛皮は着ないんじゃよ。台所も貯蔵室も食べ物でいっぱいで、こんな運命の巡り合わせに感謝すべきじゃよ。いよいよ結婚式の日取りが決まりました。その当日、モグラは親指姫を地中深くに連れていくつもりでした。一緒に暮らすためなのですが、親指姫は嫌でした。暖かいお日様がもう見られなくなるからです。美しいお日様に別れを告げなければならないのです。それを考えると悲しくて仕方がありません。今まで野ネズミは戸口に立ってお日様を仰ぐことだけは許していました。親指姫は最後の一回とお日様を見に行きました。さようなら、明るいお日様と親指姫は声を張り上げ、お日様へ腕をピシッとまっすぐ伸ばしました。それから野ネズミの家の周りを少し歩いてみました。というのも、もう麦は刈り取られていて、残っているのは干からびた切り株だけだったからです。さようなら、さようならと親指姫は何度も繰り返しました。そして近くに生えている小さな赤い花を抱きしめました。もしあのつまめさんに出会ったら、あなたからよろしく言ってね。キービキービ、突然上の方から声が聞こえました。親指姫は空を仰ぎました。すると手の届きそうなところにそのツバメが飛んでいるのです。ツバメは親指姫を見つけるとすぐに喜んで地面に降り立ちました。それから親指姫はツバメにこれまでのいきさつを話しました。たちの悪いモグラと結婚する羽目になって、地下深くで暮らすことになったので、これからは明るいお日様が見られなくてしょんぼりしているということを。喋り続けていると親指姫は一層しくしく泣くのです。寒い冬がもうそこまで迫っているとツバメは言いました。そして僕は南の島へと旅立たなきゃいけない。僕と一緒に行きますか。背中に乗ってください。そして腰のリボンで自分をしっかり結びつけてください。そうしたら僕らはモグラからもどんよりとした部屋からも飛び出すことができる。飛び出して山を越えて暖かい南の国へ、お日様がさんさんとさんさんと照り輝く場所へ飛んでいくことができる。こことは比べ物にならないよ。そこはいつも夏のようで、花たちはとても優雅に咲き乱れているんです。僕と飛んでいこう、親指姫。君は僕の命を救ってくれたんだから。あの暗い通路で凍え死んでいた僕を。ええ、私あなたと一緒に行きますと親指姫は言いました。そして鳥の背中に座って、空いっぱいに広げた翼の上に足をかけて、そして一番丈夫な羽の一つに腰のリボンをくくりつけました。ツバメは大空へと舞い上がりました。森を越え海を越え、万年雪に覆われた山々を越え飛んでいきました。空気は冷たく凍えそうでした。親指姫は鳥の暖かい羽毛の中に潜り込んで、頭だけ羽の中から出しました。
そうして通り過ぎていく美しい国々に驚き感動しました。こうしてやっと暖かい国にたどり着きました。そこではお日様が明るく朗らかに輝いて、空はどこまでも透き通って見えました。細い道のそばに森があって、紫、緑、白のぶどうやレモンやオレンジなども森の木々からぶら下がっていました。ミルテやペパーミントのかぐわしい香りも漂ってきます。森の間の小道ではとても楽しそうに子供が走り、大きくきらびやかな蝶々一羽とじゃれ合っていました。ツバメがますます遠くに飛んでいくにつれて、どの場所もなおさら素敵に思えるのです。ようやく二人は青い湖のところへやってきました。ほとりには青々とした木々が立っていて、湖に影を落としていました。そこに宮殿がありました。遠い昔に建てられて、目がくらむほど真っ白な大理石でできていました。房のついたブドウのつるが宮殿の長い柱に絡みついていました。その頂上にたくさんのツバメの巣がありました。その中に親指姫を連れてきたツバメの家があるのです。これが僕の家だよとツバメは言いました。でも君に住んでもらうために作ったものじゃないから、あんまりくつろげないかな。あそこに素敵な花がいっぱいあるでしょ。あの中から一つ選んでくれませんか。その上に下ろしてあげるよ。僕は君が幸せになるためならどんなことだって惜しまないよ。とっても嬉しいわと親指姫は言いました。嬉しくて思わず手を合わせました。地面に大理石の柱が三つに折れて倒れていました。もともとは一本だったのですが、崩れて倒れるときにぽっきりと折れてしまったのです。その三本の柱の間に何よりも美しい大きな白い花がいくつも咲いていました。ツバメは親指姫と下に降りていって、大きな花の上に乗せました。親指姫はとてもびっくりしました。花の真ん中に小さな人がいたからです。その人は水晶みたいに白く透き通っていました。頭の上に金の冠をかぶって、背中に優雅な翼がついていました。そして親指姫と同じくらいの背の高さでした。実はその人は花の妖精でした。どんな花にもそういう男の人と女の人が二人住んでいるのです。その中の王様がこの人なのです。ああ、なんと美しい方と親指姫はツバメに小声でささやきました。その小さな王子様は、はじめ巨人のように大きい鳥を見てひどく怯えていました。王子様もそれだけ小さな人間なのです。でも王子様は親指姫を見るととても喜びました。こんなに綺麗な女の子は今まで見たことがないと思いました。王様は金の冠を外して親指姫の頭にかぶせました。そして王子様は名前を聞いた後こう言いました。どうか私のお嫁さんになってくれませんか。すべての花のお妃様となってくれませんか。息子ガエルやふわふわでピカピカの黒服を着ているモグラをお婿さんにするのとは比べ物にはならない重みのある言葉でした。
親指姫は、はいとかっこいい王子様に言いました。するとぶわっとすべての花が咲いて、妖精たちが小さなお妃と王様のところへやってきました。みんなきれいで、二人を見てにこやかに笑いました。みんな親指姫に贈り物を持ってきていました。その中で一番の贈り物は、一組の美しい翼でした。大きく白いハエの翼で親指姫の背中にぴったりとくっつけてくれました。これで花から花へと飛び移れるようになったのです。その後お祝いがありました。あのツバメがお祝いの歌を頼まれて、もちろん引き受けました。ツバメは二人の頭の上の巣の中でじっと動かずにウェディングソングを歌いました。自分のできる精一杯の花向けだと思って歌いました。ツバメはとても悲しいけれど、それを隠して歌いました。心の中では親指姫を愛していたのです。親指姫と別れたくないのです。これからは親指姫なんて名前で呼んではいけないわと花の妖精が言いました。変な名前よ。あなたはとっても可愛いんだから、マイヤと呼びましょう。ツバメはさようなら、さようならと言いました。暖かい南の国からデンマークへ戻るため、ツバメはその場を去らなければならないのです。暖かい国を飛び立ち、北へ北へと飛んでいくにつれて、とても寂しくなっていきました。ツバメはデンマークにも巣を持っていました。ある家の窓の上に巣はありました。その家には童話を書くおじさんが住んでいました。ツバメは巣の中でキービキービと歌いました。それは親指姫が生まれて幸せになるまでのお話の歌でした。おしまい。長いお話、最後まで聞いてくれてありがとうございます。ちょっと長いけれどクイズ出しますね。一番最初に親指姫を連れて行ってしまったのは誰でしたか？カエルでしたね。野ネズミの隣に住んでいたお金持ちで、親指姫と結婚したいと言った動物は誰でしたか？モグラ。そう、モグラでしたね。最後、親指姫を助けてくれた鳥は何の鳥でしたか？ツバメでした。よく最後まで聞いてくれましたね。ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、いいねボタン押してくださいね。コメント、リクエストのお話もお待ちしています。おやすみなさい。